週刊マクロスニュース。今週はマクロスが止まらないの内容を中心にマクロス情報をまとめて見てまいろうかと思います。こんにちは。エグレカです。マクロス情報を除いてこれから見てまいりますが、概要欄に詳細のリンク先貼ってございますので、気になった内容はぜひともそちらの方から飛んで確認してみてくださいね。では参りましょう。マクロスが止まらないオープニングトークのところからですね。メリークリスマクロスということで、クリスマスにはちょっと早いですが、あとは畑中さんの誕生日が今日ですね。そんなお話も出ておりました。あとはマクロスが止まらないスペシャルディスクブルーレイ、そんなお話も出ておりました。エウレカさん持っております。でこのねマクトマスペシャルディスク買った人にはなんか抽選で、公開収録そんなことにも参加できる、機会もありました。それもエウレカさん行きましたね。レポート動画とか確か上げたような気がします。よろしければエウレカスタジオチャンネルページの再生リスト、過去動画もご覧になってみてみてください。あとは、遠山さんからのマクロス情報、生で丸飲みということですね。ワルキューレ、ライブツアー2023ラストミッション。まあ、円盤の発売が12月20日と迫っております。現品が手元に届いたということで見させていただきましたが、ミッションコンプリート版の外ケース。なかなかね、ラメが入っているような感じ。キラキラした感じで、とてもね、美しいものでございました。で、ブックレット、っていうのも少し中身を見せてくださいましたね。で、なんか、何やら、安野さんが綺麗に足を上げているシーン。そこはちょっと、たった人をぜひご自身で見て確認してくださいっていう風におっしゃっておりましたので、そこら辺も見るのが楽しみですね。で、そのブックレットに、まあ、要はワルキューレメンバーのね、写真が写っているんですが、もともとプレミアムブック、フォトブックですね、というのが販売されましたが、それとは内容が別物、撮っている人が別ということですのでね、全く新しい気持ちでその写真を見ることができるということなので、購入まだ、予約まだの方は、ぜひ Amazon さんからご購入ください。さらにその中にシリアルコードが封入されておりまして、年明けの応援上映会ってのにも、応募できるようになっておりますので、抽選ですね。これどうなんだろう、ファンクラブでの抽選とかもあったりするのかな。まあ、とりあえず今のところね、年明け2月の10日に開催されるという応援上映会、今のところはこのシリアルコードでしか、発表はされておりませんので、また続報が楽しみでございますね。そして開催が迫っております。12月19日からですね、マクロスデルタワルキューレ衣装展、まあ、これチケットがね、すべて予約制となっておりますので、やっぱり朝一は埋まりやすいみたいですね。グッズが皆さん欲しいからということで、まあ、まだちょっと空きはあるみたいですのでね、ぜひネットの方で、まだ予約されてない方、チケット取られてない方は、はい、ご予約ください。一応今予約できるのが東京会場での販売になりますのでね、東京会場も期間が結構長いです。年明けぐらいまであります。2月ぐらいからはまた全国ね、順繰り回っていくということですのでね、関西方面とかの方、はい、そこら辺はお待ちください。で、その衣装店のちょっとした情報、まあ要はマネキンに衣装を着させて展示してます。でその首元のところにはどのライブで着てたやつですって、いう風なのが、はい、分かるように展示されているということでした。ライブ衣装展示あくまでイメージです。あとは、グッズ関係、ちょっと現物を紹介してくださいましたね。カードタイプステッカー、にアクリルスタンド、さらにはマグカップ。このマグカップなんですけど、ワルキューレリボーンの時に、江端理沙さんがデザインしてくださったやつ、2種類あるんですが、闇キューレの方に関しましては、もともと江端さんへの依頼があったのが、ワルキューレの方だけだった
ったんですが、江端さんが急遽追加で闇キューレの絵も描きましたっていうことで、後から追加された絵らしいんです。グッズとしてはね、ガチャライブガチャとかにはここら辺闇キューレの江端さんの闇キューレの絵含まれていたんですが、丸々ね、グッズ T シャツとかはこの闇キューレの絵柄はね作られてはいなかったので、このマグカップまたレアでいいんじゃないんでしょうか。ご検討ください。あとは T シャツ、これはラストミッションの時の三田千里さんデザインのやつですね。5人メンバーで集まっているやつはあったんですが、ここメンバーでの T シャツはなかったので、これも気合い入れて買いに行きたいですね。みーぐもちゃん T シャツが欲しいです。そしてアクリルコースター、これは本当現物見るとイメージ全然変わってきますね。とてもこの背景のブルーが映えるような感じで、あとは厚みも結構あるみたいです。アクリルコースター、いやーこれも5人全員まとめて欲しいですね。そして入場特典のポストカード、1回500円で入場できます。複数回入場して集めてくださいとおっしゃっておりましたので、まあね、衣装店ゆるかさんもうすでに、6回分かな予約済みでございますので、はい、このポストカード頑張って集めます。そしてマクロスゼロ、来年2月の28日に発売、プレミアムリマスター版、の、まあ、追加情報といったところでしょうか。絵柄が、まあ、綺麗にクリアにくっきり、なる。それだけではなく、色補正というのも行われているようでして、全く違ったね、イメージの映像が届くみたいでございます。でね、エウレカさんもちろんこれも予約しているんですが、ちょっと小事情違う、情報、エウレカさんの情報的にですね、このパッケージアート外側の部分、まあ書き下ろしということなんですが、天神さんのデザインが、まあ、前作のブルー、すでに発売済みのブルーレイボックスですね、マクロスゼロ、まあ、それとは全く違うものがね、書き下ろしされるということなので、エウレカさんは、はい、天神さんデザインのものが欲しかったので、新品、ネットで新品見つけたので買いました。なのでこの色補正前、色補正後、エウレカさんは両方見ることができます。パッケージアートも、新旧両方見ることができるので、はい、まあ皆さんね、ぜひとも新しい方は予約しましょうね。大いなる、風の太陽リーケンさんからのお話はこの A3 のグッズ紹介だけでございました。12月22日からです。これもグッズ見せてもらいましたので、ネオンサインアートがフロンティアの方で、レトロアートがデルタの方ですね。フロンティアの方の缶バッジ、まあ、これもなんかキラキラ感があってとてもいい感じです。そしてミニチュアアクスター、アクリルキーホルダー、あと、これは何だっけな、A5 クリアカケースか、クリアホルダーとは違うんですね。ちょっと硬めの素材でできてるみたいで、表面がザラザラ、マット加工っていうのかな、違うのかな、なんかザラザラしててね、感触いいみたいです。これいいなぁ、全員キャラね、キャラクター全部揃っておりますので、このクリアケース欲しいですね。で、アロマキャンドル、グラス入りアロマキャンドルだったかな、これはちょっと前にありました A3 でもありましたね。ワルキューレ闇キューレバージョンとエウレカさん買いましたが、今度はフロンティアバージョンでもこのなんかお香みたいな香りがするっておっしゃってました。これもなかなか可愛らしいですね。キャンドル使い終わったら、なんだろう、ぐい飲み、ちょい飲み、まあ、そんな感じで使うことができそうですね。で、ワルキューレの方は、まあ、缶バッジ、プチアクスター、アクリルキーホルダー、そして、この、クリアケースだったかな、まあいいや。はい、ケース、そのラインナップは同じなんですが、アロマキャンドルではなく、ワルキューレの方は、エマがあるということで、このエマもめちゃくちゃ可愛いですね。少し小ぶりなんですが、カバンなんかにぶら下げてもいいんじゃないんですかとおっしゃっておりました。はい、裏面にもね、絵ではないんですけど、
はい、ありますのでね、ぜひとも A3 さん購入しに行きましょう。で、2200円税込みお買い上げごとにポストカードが1枚もらえるようになっております。巡回ポップアップですね、今は12月ちょっと巡回ポップアップお休み状態で になっておりますが、年明けか1月以降は巡回ポップアップ、また中部地方等々回っていくようになります。そちらの方は2200円以上お買い上げの方に1枚ですが、この A3 さんの方に関しましては2200円お買い上げごとにもらえる、要は複数枚数もらえるということですね。はい、いやこれもキャラクターが全員載っておりまして、ポストカードだけでも欲しいものでございますね。ただこれ入場抽選制になっております。締め切りが17日の日曜日までになっておりますので、お忘れなきようにご予約ください。ライブポケットにて受付中ということです。最後のコーナー、ゲームしちゃ、ゴリゴリゲームしちゃるかねー、ではバイスシュワルツの紹介でございました。なんだろう、バイスシュワルツがどういうカードゲームなのかっていうのを実際に遊んで見せてほしいなとは思います。ただただこのね絵柄のためだけにね買うんじゃ何かなと思いますので、こんな感じで、2人で対戦カードゲームすることができるんですよっていうのを、まあちょっと どこかのタイミングで見せてほしいかなとは思うんですが、まあ基本的には紹介だけでしたね。楽しみ方は無限大ドライブ6球、なんかそんな感じらしいですね。すいません、失礼しました。プレミアムブースター、マクロスデルタが、発売されるということで、1パック3枚入りで、必ず1枚、まあ、キラキラが入っているということです。カードの種類自体は全60種なんですが、その60種すべてにキラキラバージョンがあり、なおかつ、ワルキューレ、カードの20種に関しては、さらに、ワルキューレキャラサイン入り、直筆ですよ、ではないですよ。ね、キャラサイン入りのスペシャルレアっていうのがさらに20種あるということなのでね、まあとにかく、この、キラキラカード、欲しいじゃないですか。で、書き下ろし、マージロさん書き下ろしのキャラクターイラスト公開ということで、いや、みこもちゃんのまた髪の毛がすごいことになっておりますね。何なんだこれ、水着なのか、上水着な、何なんだこれ、とてもいいと思います。これもぜひとも予約いたしましょう。マークトマの内容に関しましては以上でございました。あとはエウレカさんの方で、持っております情報をご紹介いたしましょう。マクロスフロンティア、間違えた、おしゃれマクロス100万石フロンティア祭り、フロンティア祭、こちらは期間の方は終了してございますが、プレミアムバンダイさんの方で通販が開始されてございます。これ実は先週の金曜日の夕方からプレミアムバンダイでの通販が始まったんですが、ユーレカさんちょっとこのタイミング逃してしまいまして、ちょうど先週のマクロスニュースを撮影しているタイミングだったんですね。残念ながら品物2つ出ておりました。バスタオルと T シャツ、バスタオルは瞬時に売り切れてしまったみたいです、残念ですが、 T シャツはまだ予約受付中ということですので、まあ、品切れになり次第終了っぽいのでね、はい、ぜひとも、はい、お申し込みください。エウレカさんがさっき見たときはまだありましたよ。そして、ランカちゃんの時の迷宮バージョンのフィギュアが予約受付開始してございます。いや、これね、現物見てきたんですけど、むちゃくちゃいいです。もうビジュアル最高でございますね。造形か、造形最高でございます。はい、ぜひとも予約しましょう。あとはワルキューレは、音楽大全、こちらの掲載内容が解禁されたということです。これね、リスアニさんの、ツイッター現 X の方でメンバーのメッセージとかも公開されておりましたので、ぜひともツイッターの方とかもね、リスアニさんの方チェックしてみてください。ということで今週の情報は以上になりますね。
ぜひとも皆さんの方で何かこんな内容が、こんな情報がありますよっていうのありましたら、ウルガさんの方にお知らせください。本当にマクロスの単なるグッズだけじゃなく、マクロスモデラーズ、プラモデルの方の情報とかもね、いろいろ交えると本当大変なことになるんですよ。全部が全部追い切れてるわけではないので、なるべく多くの情報をね、紹介しようしたいと思っておりますので、ぜひともコメントください。お気づきの点ございましたらコメントください。お待ちしております。そうしましたら今回はこれにて終了です。良い週末を。